アメリカ・アトランタで開かれている TPP 閣僚会合は、難航していた課題がほぼ決着したものの、最終調整に時間がかかり、異例の4日目の延長です。中継です。甘利大臣は、今から12時間ほど前に大筋合意に自信を示したものの、一度設定された共同記者会見が開かれない異例の状況が続いています。まあ、とにかく、各国のチームがよくやってくれました。このアトランタに来てからはほぼ全て徹夜ではなかったかと思います。交渉関係者によりますと、乳製品などの市場開放について各国の調整が終わらず、最後の閣僚会合が開けない状況です。このため日程はさらに1日延長され、共同記者会見はこちら時間の5日午前、日本時間の今日夜以降に行われる見通しですが、予定通りに行くかどうかは不透明です。繰り返される日程延長に、交渉関係者からはとばっちりだとアメリカのリーダーシップを問う声が上がっています。まあ、政府としては今回の会合を最後の関係閣僚会議、と考えておりですね、大筋合意がなされるということを、まあ、期待をしていたいと。菅官房長官は大筋合意に向け、不退転の決意と覚悟で臨んで、成功裏に交渉をまとめ上げたいと力を込めました。